水名は、油中の越年草。学名が示す通り、植物学的には、油名や株などと同種である。また、同種同変種に、三船がある。カラシナの一種として説明されることもある。別名で、京名、ヒイラギ名、センスジナ、センボンナ、センスジ京名、イトナなどがある。また、京名を、標準和名として用いている図鑑も多い。幼州不死に、 水菜として記載されていて、すでに京都西南部の当時、九条付近で栽培されていた。堆肥などを使用せず、流水をあぜかに引き入れて栽培するため、水菜の名がある。花を咲かせた水菜へ通して栽培する一年生植物で、かすかにお城を帯びる。根はあまり肥大せず、細い根葉を多数生じる。形は狭い長径で、多数の、 細かい鋭ペンに分裂した葉をつける。分裂は旺盛で、能力色のギザギザした葉が何十枚にも分裂する。葉形の基部は耳状にならないが茎を抱く。花は萌え木色で直径1センチメートル程度。4枚の花びらは十字毛ではなく2枚ずつが近寄り、茎形に近い。伝統的な品種としては大阪や京都など近畿地方を中心として、 葉の切れ込みが深く、傭兵が細く、収穫期にはほとんど株立ちしない関西系の品種と静岡県や愛知県など東海地方を中心として葉の切れ込みが比較的浅く、傭兵ががっしりと太く、若干の株立ち状態で収穫される関東系とされる品種がある。前者は生殖も可能であるが、ハリハリ鍋に不可欠な食材として大阪などでは 昔から親しまれてきた品種である。校舎は野種に富んでいるため、もっぱら加熱調理がなされることが多い。浜松を中心とする静岡県西部から愛知県東部にかけての地域では、正月料理の雑煮の具として親しまれている。水菜と大根のサラダ、京都付近では秋に苗床に播種し、晩秋畑に定食して管理する。体寒性が強く、旬は晩秋から冬。 独特の方向と繊維分を持つ。ビタミン A、ビタミン C、カルシウムが多く含まれている。社食が多く、ハリハリ鍋やクジラの水炊き。他の鍋物、煮物、漬物にも使われる。独特なシャキシャキした食感を損なわないため火を通しすぎないように調理する。近畿地方を中心とする地域で古くから常用されてきた葉野菜であるが、近年では、 関東地方以北など全国的に普及してきている。農林水産省のまとめた平成30年度野菜生産出荷統計によると水菜の年間出荷量第1位は茨城県の19,700トンとなっている。これは第2位の福岡県、第3位の京都府と比べても圧倒的である。近年では水菜を生野菜サラダとして生殖する習慣が根付きつつあり、 この用途に適する関西系の品種が、従来は関東系の品種が栽培されてきた地域や、そもそも馴染みのなかった地域にまで広く普及しつつある。出展に挙げた、標準原色図鑑全収有用植物や、野菜と果物ポケット図鑑など、ありがとうございます。